おはよう、こんにちは、こんばんは、アクユスケダンオツーカー。トモとジェロムとは一旦別れて、彼らは今インドネシアで仕事があって、僕たちは今イタリアに来ています。はい、場所はナポリ。ナポリなのでね、今日はナポリの一日観光をしていきたいと思います。はい、まあ、ナポリといったらね、ピザの発祥の地って言われてるからね。そうだね、まあ、ピザをね、1日3食くらい食べて、はい、行きましょう。なのでね、まあ、何を食べるかっていうところと、あとね、さっきパン屋寄ったんだけど、うん、安い、まあ、ロンドンから来てるから、全部安い。ここほぼ日本と変わんないぐらいで、うん、かもパン1個240円とか、クロワッサンで、うん、ロンドンでも1個800円です。最高です、この国、うん、まあ、一旦ね、ちょっとくるくる回っていこうと思いますね。ブダクリリンスプルムにリマブラスムにあとバーニャクチョコロティ、バーニャククロワッサンロティ、ダンケーク、バーニャクバンガッデリカヤニャー、いやー、古くなるバンガッグライス、インテルポン、ブダクバンガッグ。おもろいね、これ、形、うん、見たことない、変な形。どんどんテレフォンボックスみたいな感じやけど、これこんな感じなんやな。チープだね。チープやな。エサダトコロティ中華、なんだこれ、何それ。シュークリームの下にクリーム、クリーム、揚げパンの下にクリーム、揚げパンクリーム、カロリー爆弾やん。なんだこれ、やっぱわけわからん、おもろいな、全然違うわ。わお、なりくまがつ食べる、じゃらんじゃらん。はーい、深谷駅にリニーメインストリートかやにゃサイトシーン、トゥーリース、バニャクマガレストランやエナーク、ヒタン、クエアディ、イタリーシャディ、シャバクエンスに、アダバニャクトコに、シューズニャライス、イニガレリア、ショッピングモール、高級ショッピングモール、高級ショッピングモール、すげえ。もうなんか雰囲気が観光地やな、完全に。どっかの相当昔からあるんだよね、城みたいになってる。シラスエフ、いや、ギバテですね。わお、気温的には結構ロンドンから来たからめっちゃちょうどいい、21度ぐらいの気温で、めちゃくちゃ、まあ、長袖でちょうどいいぐらい。なんかイタリア人を見た感想としては、やっぱ意外とちっちゃいね。平均身長が多分日本人と同じぐらいかもしれない。そうね、俺らと同じぐらいの身長やから、170歩かないかと。なんか親しみやすいね、うん、なんか全然違うあれって感じがするから。俺がよくイタリアサッカーゲームでプレーする選手もイタリア人ちっちゃいから、ね、サッカー選手。そう、 OK guys、 参拝でピッザーリア、いいかいね、トルコならタピガダガダスタッフニャ。オッケー、オッケーガイス、トルニアダディズニー、もうメニュー評価ない、ガーダンメニュー口でもう全部メニュー伝えられて、どれ食べるって。そうで、マルゲリータとペンネを食べました。評価じゃん、1枚50だから800円ぐらい、めちゃくちゃ安い。まあでも日本のイタリアンレストランってもピザと何か食べたら1500円とか、ね、そうね、1500円2000円ぐらいだから激安、安いな、さすがピザの国ナポリ、ナポリ素晴らしい。ちょっと皆さん、マジか、ピザ来ました。わお、でかやばいね、これやばくね、これでかっ、これえぐい、これサイズ意味わかんないわ。でこれで5ユーロ、5ユーロ、だから800円ぐらい、やばい。あー、6番よよっでかー。俺らアテネでも食ったんだけど、ピザ。そうね、食ったね。あれ1枚確か2000円か3000円ぐらいだった。あー、このサイズよりちっちゃくて、このサイズよりちっちゃいね、でかー。いただきます。うっほっほい、うへへい、うわー、うん、うわ、酸味が、酸味がすごい、うん、トマトのめっちゃトマトふんだんに使ってるし、トマトめっちゃうまい。やば、最高やな、ナポリ最高、最高、イタリア最高、すでに最高です。いただきます。うまなんかトルコとかはさ、日本のケバブとあれ違ったけど、ピザに関しては本場にあるとそんなに変わらんね、日本のクオリティ。違う、一緒だからね、うん、生地がうまい、
うん、もちもち薄いのにもちもちかな。トマトソースもうまい、めちゃくちゃうまいわ。はい、パスタが来ました。形がおもろいなね。ペンネが売り切れでこちらにしました。おすすめのやつ、あ、これもトマト系だ。あ、中に何か入ってる、なんか草みたいなの。いただきます。あ、そう、うん、初めて。野菜の味はあんまわかんない。野菜の味はあんまわかんないけど、まあ美味しい。美味しいけど、なんかわかんない。なんかパスタもいろいろ種類あるからさ、この細長いやつと、なんか普通にペンネみたいな形のやつと、こういう形のやつと、あ、ラザニアみたいな、ラザニアの中に入ってる生地みたいな。パスタとは思えないね、日本人の感覚だと。美味しいけど、うん、まあ、うまい。うん、うまい。ガイス、村井ラメガイス。まだおらんにゃ。感じが、うさが、バナバナバナ。すげえ、社会科見学。オッケー、ごちそうさまでした。で、お会計はね、ドゥアーティがユーロ。ジャディ、いや、ジャディキタプサン、ミヌマン、ダン、サトピッツァ、ダン、サトパスタ。ジャディ、いや、ルマヤン、ムラシ。Jadi berikutnya jalan-jalan sebentar terus kita ke Awono Dokts. Jadi itu laut dan indah banget. Jadi coba ke sana sih. Berikutnya sini guys. Ini Hebelello Minato. Terus dari sini naik kapal terus langsung ke Awono Dokts. Tapi Awono Dokts-nya susah banget masuknya. Jadi kalau untung bisa masuk, kalau gak untung gak bisa masuk.Coba cek nanti bisa atau tidak. Oke guys, jadi kita harus beli tiketnya, tiket kapal. Oke guys, kayaknya ini jadwalnya. Tapi ini yang biru itu sekarang November, jadi gak jadi. Jadi ini bisa naik jam 8, jam setengah 12, dan setengah 5, jam 7. Itu aja. Jadi sekarang jamnya.Udah lewat sih. Jadi hari ini gak bisa. Ya, jadi besok aja ya. Besok aja ke Awono Dokts. Dan juga semoga bisa masuk. Sebentar lagi keliling-keliling. Ini pemandangannya Italia banget. Wow, keren. Ternyata guys, kali ini the first time to come Europe. Ini dari dulu aku punya mimpi. Kayak aku mau ke Europe. Tapiya lumayan lama flightnya dan mahal tiketnya, jadi susah banget. Tapi hari ini akhirnya bisa datang ke Europe dan juga bisa banyak keliling-keliling Europe. Jadi ya, aku puas banget dan juga akhirnya dream comes true. Jadi bahagia banget ya. Wow guys, gila, cakep bangetNyata Napoli itu kota sebelah laut. Jadi ya, cakep banget lautnya. Dan juga mungkin seafood terkenal banget, fresh banget. Ada yang mancing juga, ada yang santai juga. Wow, Napoli banget.Okay guys, 参拝ドゥパン卵城。このやつの土台に卵を入れ込んだらしい。まあブルボンよくない。ちょっと調べてみて。マジでしょ。土台に卵入れ込んだから卵城らしい。ほんまや。城を建てるときにマジックスが土台に入れてるみたいな。そんなバカな。だから別に形が卵なわけではない。ナポリには有名な名言があって、ナポリを見てから死ねっていう。ああね、俺も知ってる。それそんだけ景色が美しいってことかな。そう、いいね、いいね。
ごっばんがつい。まあね、めちゃくちゃ綺麗だよね、街並み。だけど、俺はね、もうサントリーニを見てしまって、やっぱサントリーニがすごすぎた。サントリーニは綺麗だった。すごすぎた。サントリーニはめちゃくちゃある。まあここはちょっと色がバラバラになって、それも良さなんだろうね。カラフルな感じが初めてでしょ、ヨーロッパ、うん、今回どう？結構昔から夢みたいな感じ持ってた。俺も持ってたんよ。俺も夢だったよ。夢だったよね。ヨーロッパずっと行きたかった。ずっと行きたかった。俺高校生ぐらいの時から結構行きたかったんだけど、なかなかまあ遠かったり時間なかったりして行けなかったんだけど。最高。やっぱね、アジアの観光とはやっぱ全然違うね。全然違う。なんかアジアはやっぱある程度文化として想像できる部分が多い。日本と似たような部分もあるからね。そうそうそう。全然違うから面白い。俺が結構思ったのは、昔めちゃくちゃその夢に描いてたヨーロッパとは意外とやっぱ違う部分もあって、ディズニーみたいな、まあ、夢の世界というかゴミもなくて、言えばロンドンみたいな感じだけど、ロンドンから外出てみると、まあ、意外と結構ギリシャみたいな、結構あのストリートアートがあったり、意外と想像してたやつとも違うところがあったりして結構面白い。そうね、中国とか韓国とかより人がめっちゃフレンドな感じがある。そうね、特色もあって面白い。全然違う、ね、人柄も全然違う。人柄も違うね。全然違う。レライサダンバイクディズニー、トータルスラッドスムネキラキラスンベランユーロジェディスラマイニー、まあ、ビサパカイブブラパカイパケッジェディナイクナイクトゥルエイグイ電動自転車ジェディー頑張んばがみベザニアダランヤインジェディーディスニーハルスあとスパイダーマンウェーデーフォーめちゃくちゃ速いニアマンバガどこ行く？ジェラート食うか。 OK、 まあ、ジェラートよ。ケガイ参拝でメンネラ2回のチョルクならバンガハルガニャー。スープフレーバーで 2.5 ユーロ400円くらい。安っ。ラサニア、カフェ、ピーナッツクリーム、ダークチョコレート、クッキーアンドクリーム、ミルククリーム、ヘゼルナッツ、ミルククリームチョコチップス、ピスタチオ、ラム、ナッツ、チョコレート、バネバンガッツ参拝者に。ワオ。イエス。わお。でか。でか。Thank you. For me, cookie and creams. And then, what's your recommendation? The sorbet. Which one? Strawberry. Yeah, strawberry. どうですか？はい、安い安いね。安い安いね。めちゃくちゃ溶けてる。うん、めちゃくちゃうまい。ソルベウヌランアダストロベリシウヌランジェラカエニアダリマトコジェライニサラサトヤントルクナルバンガトゥルニャタ、エナーク、モラ、マンダバンガ、ジャリワシバンガテヤ。クススニャ、アクスカ、ソルベット、ストロベリーソルベット、ルビー、スガル、ハピークッキー&クリームスジュガー、クリーミーバンガ、ミルキーバンガ、ジャディランスムレレ、ハピー、イニ、ハンダタンガン、エナーク、ダン、アクリダスニャ、バグスギトロ、ジャディ、アルスチョバヤ。オーケーガイス、フリクニャ、チョバ、フリッタ。イニトルクナルバンガディスニージャリーチョバヤイニアンティカピザラエフリグリトリアディマテロイニガイなんか俺のイメージしてた人とちょっと違うんだけど形がチョバマガンや結構揚げてんね。うん、意外とチーズじゃない。え？違うの？あのマカロニみたいなやつとひき肉かな。
あれなんか違うなイメージと。クリームとチーズがもうめっちゃ混ざってるからカルボナーラの黄身抜きって感じ。いただきます。カルボナーラ揚げ、うん、そうだよね。なんかちょっと思ったやつと違うな。俺も思ったやつと違う。違うけど、うまい。うまい。なんかここの店のフリットもちょっと違うかもね。違うかもね、うん、他の店に比べて。これが2ユーロ。2ユーロ。だからまあ、320円とか30円。まあ。ストリートフードでしょ。メンチカツとか買うと。そんなうまいね。ポケガイス買えにゃー。いいに、トゥルクナル。リータリーでリディマナマナーダハロペカリ。いただきます。タイムの味はするこう上パンで中クリーム、そう上がまあなんか柔らかめのシュークリームみたいな感じで、上がヌレパン、シュークリームだね。うん。あのシュークリームだわ。シュークリームのクリームがあの中じゃなくて下にあるっていう。カップ版シュークリームみたいな。うん。これカロリーすごそうだな。結構でもしっかり見たよ。あ、そうだね。この中の生地は。あ、そうなんだ。下の方は。うまい。ピザです。ピザリア。カヤニャイでトゥルクナルバガ。ジャディチョバマカンフラメジュガ。オイスジャラバガ。Wow. パブリックフィギュー、タタンタタンスリーガイス、メニューにチュマン、オンパタジャ、ダンミヌマン。これ5.5。これえぐいね。こっちがマルゲリータ、これがコサッカ。コサッカ。わー、ここのやつ結構薄そうだね。結構薄いわ。ほぼ生のトマト。けど、めっちゃうまいんだな、バカだ。めちゃくちゃうまそうだ。いただきます。結構違うかも。あ、違うんだ。トマトが全然違う。液がすごい。うん。なんか最初に1回目に食べた店のピザの方がなんかザ・トマトって感じの味がしたけど、こっち意外とそこまでトマトが主張しなくて、どっちかというと生地の美味しさが違うんだ。うん。いただきます。うん、全然違う。生地のそうちゃんと焼いた香りが強くて、でよりトマトがなんかちょっと違うわ、さっきの食ったやつと。さっきの生地のザトマト、これもまたあのマルゲリータとは違ってうまい。これはね、違いは多分生地だわ。どう？お、味違う。味違う。うん。なんかこっちの酸味強いかも。酸味強い、うん、ちょっとね。どっちが好き？今だったらこっちの方が好き。こっちの方が好き。結構さっぱりしてる、こっちの方が。おー、オッケー、チョバマルゲリータ。全然違う。こっちのチーズ意外と結構硬いね。あんま溶けてない。ここのモッツァレラ結構好き。ここのお魚は違いは結構多いです。チーズと、今のところチーズと生地、これが違い。 OK、 フダプランクホテルダンジュガーハリーニークリリンクリリンディナポリダンマカンピザギトゥガスンパックカプリアイランジャディベソクキタマウクカプリアイランダンジュガチョバプルギク青の洞窟ダンジュガセモガベソクピサマスクク青の洞窟カヤギニスハリアンディナポリジェニハリーニビサバンディンカンピザキタウダタウプルベダンピザオッケージェニテリモガシウダノントンビデオカリイニジャンガルパシェアライコメントダンジュガサブスクライブダンジュガスランジュネアアダブログジュガジェニジャンガルパチェックただバイバイガイス。